クリックしてください。あ、 JK 組じゃん。デロンさんとシズニーさん。あ、マジで。私たちの、うん、いくぞ。始まった。あ、くるくる回ってんな、おい。ローディング始まった。うん、何みたいな。己の読めねえんだけど、己の二次三次知識は極限まで試される。よろしくお願いします。説明一旦もういいや。いや、もう二次リーグスタート、よろしくお願いします。スリーでお披露目配信などにも登場した椎名優香を模した二次創作キャラクターの名前。おもちいなじゃないの。おもちいな。5文字ですね。おもち、ちっちゃい、ちっちゃい。おもちいなでしょ。俺は当たったのか。おもちいなでしょ、マジで。うん。なめんなよ、マジで。はい。うん。椎名優香についてはなめんなよ、マジで。うん。うん、これでかい。でも、でもあれ良かったですね。負がなくて。負があったら、くらい行ってました。絶対書きくらい行ってる。配信待機時によく用いられている挨拶。いや、あ、わかった。心待ち、心待ち、心待ち。おーい、おお、思い出した。心待ち、はい、あ、はい、心待ち。多分俺書いたことあるわ、はい、あー、よかった。1ヶ月ぐらい前に書いたことある、1回だけ。あぶねー。おー、来た。セーフ。ああ、俺やった。マジで思い出した。よかった。あ、そう、心待ちだ。一回だけ書いたことある。思い出した。お、難易度マックスだ。 L の本名を構成する単語の候補として一度は上がったが、本人の意向により採用されなかった単語。え、ちょっと待って、これ全然わかんないし、文字がやばい。エルフ、え、どういうこと。これ相当見てないと無理でしょ。でもなんかエルフのエルだからこれかな。僕もそれは思ったんですけど、これかな。やば、もう終わったよ。てかどうつなげんの。もう繋がんねえわ。ギブ、エジか地にてこれ戻れないの。行かないんだけど。戻れなそうですね。え、一文字、あ、終わったら終わりなのですかね。じゃあこれで間違えたね。え、エジ。いや、無理無理無理、わかんねえ。もう無理。一旦ごめん、一旦やらして。じゃ、ごめん、わかんねえ。エじゃなかったわ。何？絵じゃなかったわ。絵じゃないんだ。もう今間違えた。なんだろう。わかんない。は？え？視聴者の投稿ツイートからランダムに選ぶ方式で、これが選ばれたが、言いづらさや誤感などがやむなく L に却下された。いや、だって無理じゃん、こんなの。おじぶびぷ。おじぶびぷとか無理でしょ。なんだそれ。いや、無理だろ、これ。わかんない。え、これで終わりよ、俺、ゲームオーバー。いや、これで。うん、ファーストステージの問題が終わって4問正解なんで、うん、あ、そうです、23万人だ。3問正解してればよかった。あ、そうなんだ。ゲームオーバーではないんだ、はい、あ、そういうゲームなんだ。なるほどね。危ねえ危ねえ。え、これでも分かんないよ、適当なの。心待ちぐらいしかなかったよ。かき氷だってスーパー適当だもん。俺、確かに。乾とこさんも俺イブラフミだと思って、はいはい、なんか結構色が黒い人だったから、はい、イブラフミだと思ってやったんだもん。そしたら部がなかったんだもん。消去法でなんとかいきましたよ、うん、2問ぐらい。これ無理だ、ごめんさん、これ無理。セカンドステージはデロンさんかな。 DOJ さん、俺 見えないからコメント。みんなすげえな、 DOJ さん。 DOJ はみんな知ってんだろ。じゃあ俺が、ん、推したちにまつわる言葉。知識、ひらめき、手のさばき。セカンドステージ二次ツアー。手のさばきってなんだ。説明いらない。早押しってこと。ほんまに成績感大丈夫。大丈夫です、ありがとうございます。デロンさん、デロンさん、ありがとうございます。二次ツアーズ、うん、デロンさん、今日ご機嫌ですね。ありがとうございます。はい。は？何これ ?3、2、え、時間？時間やだ、時間やだ。おう、なんだ？時間やだ。俺やだ、時間。何？操作。あ、委員長。は？どういうこと？何？魔法でいいの？え？やり方聞いてなかった。漢字を読むの？は？はいはい。漢字テスト？
まあだってルール聞いた方がいいかな。いやそりゃそうですよ。いや普通聞きますよ。なんなんこれ、同じ問題出ちゃってるの。さっき出ねえって言ったのに。真由泉海すってこっちか。真由泉海、真由泉海、あと1問だ。龍仙、あ、ちょっと待った、これ難しい。え、そうなんですか。うん、これね、龍仙はちょっと待った、ね、横文字だったかな。あー、そういうこと。あのね、あ、横棒かな、龍、ちょっと待ってね、あのね、うじゃないよ、多分龍仙、はいはい、オッケー、龍仙、そう、これね、うだとやばいのよ。そうそう、伸ばすよね、オッケー。うん、わらべだメイジーと一緒だから、伸びちゃうから。うん、読めねえ、これなんだっけ、読んだら思い出せる。何章、章、何章、何章、何これ。あ、それでいいんだ、コラボ名鷹城でいいんだ。そうなんだ、分かんなかったわ。まあ分かんなかったよ。てんてててててんてててててん、ただこれでルールを聞いちゃったら俺は普通の人になっちゃうから、俺はならないよこんなの。迫り来る爆弾。絶対聞いた方がいい。いいのいいの、次クリアすればいいじゃん。聞かねえよこんなの、めんどくせえよ。よし行くぞ、ニジボンバー。何何、第1問、うん、ニジボンバー、どういうこと、ニジボンバーってなんだっけ。はい、お、なんだなんだなんだこれ。このうち性別が男性であるライバーは、あ、ふぅー、なんかあきくんってなんか性別とか関係ないみたいなこと言ってなかったっけ。え、終わりじゃないこれ、終わっちゃった。あ、あった、びっくりした。え、これわかんないよ、これもしかして最後なんだ。うん、3問しかないもん、これわかんない多分。何、え、マリオ、スーパーマリオ10時間リード、知らねえよそんなの。マリオブラザーズあるだろ、 USA もあるだろ、マリオワールド。おお、すげえすげえすげえ、わかんねえ、サンシャイン、やもう間違えらんない。うわ、わかんねえ。あと何なんだ、わかんねえ、ギャラクシー、わかんねえ、マリオメーカーだ、あ、違う、ねえ、2だ、2-3ワールド USA だ。へえ、そうなの、1からやらしてくれ、1からやらしてくれ、はい、設定して、いや設定してってそのままいけばいいです、このままいけばいいの、はい、はい、すいませんでした、コメントちょっと読んでない、ちょっとコメントに見させて、コメント見させて、みんなごめん、どこまでおる、みんなありがとう。いいから、ちょ、なんか見たことあるの今の、うん、これいけます、いけます、いけます、いける、問題なんだろうな。あー出た、勝った勝った、123123123、ちょ、言わないで言わないで、あれこれ全部じゃん、ん、ちょっと待ってね、並び一緒ですね、並びバラバラとかじゃない、ちょっとずるかったね今のね、これはちょっとラッキーで、ラッキー、スーパーラッキーでしたね、ラッキー、ラッ、運も実力だから、確かに。一旦、ね、おお、これクリアだ。うん。え、で、ファイナルステージは何なんだろう。どうすればいいの、終わり、わかんないです。32万人。ふぅ、うん、そう。あれは俺かました。どういう扱い、え、何、伝説のバーチャルライバー。二次チューン結成の準備が整いました。どうしたんデロンさん。終わって、何、月へと行け、月、何と、まあ月に行けと、そうですね、でどうすればいいのか、まあ、クイズでしょ結局、まあ多分さすがにそうだと思う、1問、おお、クイズ、ロケットアドベンチャー、急にアクションゲーム、あ、トロッコ、トロッコみたいなやつ、急にアクションとか来ない、え、これネプリーグでしょ、ネプリーグをもじってんでしょ、まあ、トロッコに乗っていくやつじゃないの、トロッコに、ファイナルステージロケットアドベンチャー、
二択問題が全部で5問。全部で5問10秒以内。いやでもこれノーミスでいかないといけないんですよね。どれくらい難しいか、いやわかんない。でも最悪多いさん 50% 当たりますからね。そうだね、はい、俺はそれで持っていくからね。はい、あ、オッケー、うん、やってやるよ。あと10秒なのに、わかるの来い、わかるの来い。1から1。おい、やってる。まあまあ1問ですから。やってる。1問ですから。おい、簡単。え、ああ、びっくりした。うん、さあ2問目。メジャーデビューシングル、これだよね。だって聞いたもん。はい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 、聞いたもん。おい、これまず集中するわ。え、上なのは11歳と13歳。ロアが13、ワラベダメイジーが11。おー、11対13。すげえすげえすげえ。おいし、来い。日本のヘアピンは、いやわ、知らねえ。でも2択っす。お願いお願いお願い。おー、うわっ、今なんで軌道変わったし、今正解したと思ったや。まあ、上が白で下がピンク、上白下ピンク。今隕石ずるい。くっそ、隕石ずるいよ今の。くそー、委員長の写真見してよ。委員長どこ今、委員長してる。上が白、上が白、あ、本当だ。下ピンク。いや、てか下手したら1個目も奇跡で正解してるのがあるんで。耐久だよこんなもん。これやばいっすよ、うん、クリアするまで寝れねえぞマジで、うん、やっちゃうけのマジで。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。